福住正し兄二宮沖縄屋は初犯本福住、正江明治25年5月20日は、日本の農政家、実業家、法徳司法の研究、実践者。文政7年、相模国大従軍、片岡村にて、大沢一左衛門の伊豆として生まれる。幼名は、正吉。文政10年、新類の大住軍南金目村の名主、森勝五郎の養子となるが、 養父母の死により、実家に帰る。天保元年10月、21歳の時に、二宮孫徳の文下生となった。高下4年、孫徳が、下屋国統合陣屋へ、天領の経営立て直しに赴いた際は、聖夜にも現地に飛び、死の身の回りの世話を行った。孫徳の経営再建は成功し、この例が基礎となって、後に、法徳司法が確立されることとなる。 この時に、二宮孫徳より受けた、様々な教えを書き留めた者が、女ガモ門六であり、これを元として、後に、二宮沖縄和を表す。嘉営三年十月、聖兄は、孫徳の元を辞して、親戚筋である、福重家に養子に入り、十代目九蔵に改名した。福重家は代々箱根湯本で、旅館業を営み、また湯本村の名主も務める名家であったが、 九代目、九蔵の代に火災にあったこともあり、家業は衰退していた。孫徳の教えを受けた聖阿に復従や復興の期待を託した養子縁組であった。文土、水上といった法徳司法の実践に努めた聖阿は、わずか一年で復従家の復興を成し遂げ、家業は流星し、家営四年11月、27歳にして湯本村の名主となった。 明治4年家督を長男、十一代目工造に譲る。この時から福住正二位を名乗るようになる。この頃、福住家の旅館を石造り3階の建物に改築するとともに、後に観光地としての箱根の石となるべき、様々な事業に乗り出す。福沢諭吉の箱根武神の相談の影響を受ける。明治8年。 小田原湯本間の近代的な道路設置工事に着手する。明治15年道路の完成により、小田原湯本間で馬車、人力車の往来が可能となる。明治20年7月、有志6名とともに、神奈川県に、洪水湯本間の馬車鉄道付設単眼書を提出。翌明治21年、洪水湯本間の馬車鉄道開通。明治十五年五月二十日没。 意外は、箱根総運寺に埋葬される。大正13年2月、生前の功績により、15位の追増を受ける。現在、子孫が、湯元で、旅館、万水路を営む。田尻左辺、増位所見伝蔵補番上特使増位年表 P54。ありがとうございます。